スだ。出撃する。こちら八小隊の白天田少尉だ。頼むぞ。残さずかけるよ、俺の全部。そこだ。これで最後だからな。ギャラルホルン側は浮き足立ってる。奇襲は成功。あとは団長さんたちがうまくやってくれれば。オルグなら大丈夫だよ、絶対にやり遂げる。こっから先は行かせねえ。私たちは三日月君と町へ向かいます。筋肉体で敵を抑え込んで。当然だろ、三日月こそ遅れるなよ。ああ、ここで全部終わらせる。トゥルーミッションが成立してるのに足りないデータがあるな。でもシミュレーションには細かい際は出るものなんでしょ。ガンダムがいないとなると話は別だよ。ガンダム決まりストルーパー、絶対に必要になるピースなんだけど。俺たちは計画通りまかないのじいさんを連れてエドモントンの議事堂へ向かう。団長気をつけて、何が起こるかわからないみたいです。百も承知だ。鉄火団の未来のためにお前らの命をかけてくれ。突っ込め突っ込め。団長が出れねえぞ。お前たちの思いは絶対に無駄にしねえ。あれ、ミッションデータの異常。団長さん気をつけて。正気か、奴らこんな街中にモビルスーツだと。オルガ、何が起きたの。小隊長三日月君、先を急ぎましょう。好きだ。クソ逃がせ。これはどうだ。くれ、まだなのか。くそ、まだか。そこだ、倒れろってよ。動くな。もらった。諦めない。無駄だ。当てる。やられる。直撃。直撃なのか。バルバドス、落ちろ。どうしたのか。そこだ。はっ、いただきなさい。頼むぞ。これはどうだ。これにしなさい。頼むぞ。わかった。くらえ。まだなのか。直撃。行け。テリア捕らえた。まずいぞ。記載が行くぞ。バルバドス、まだだ。やらせるか。問題ない。邪魔だ。無駄だ。これはどうだ。かわせる。直撃やってくれ。捕らえた。避けられるか。ドライルさん、直撃。まだなの。これはどうだ。くそ、この剣の時に。テリア、このくらい。バルバタス、まずい。時間不安圧すぎ。飛ばしすぎたよ。そこだ。当たってくれよ。邪魔する奴は全部敵だ。そこ。邪魔。甘いわ。そこだ。こんなとこにまでモビルスーツを。何をしている。
とっとと押し返せ。この橋ってブレイクミッションの時にアフターコロニー時代のモビルスーツが現れたわよね。静止ではモビルワーカーしかいないはずなんだよ。どうしてこれだけのモビルスーツが。いいよ、なんでも全部潰せばいいだけだ。ヒマリスのデータが足りないことがブルーミッションに影響しているの。オルガ、アトラ、クーデリアも出てこなければよかったのに。邪魔する奴は潰せばいい。俺は生きる。そうでしょ、オルガ。そう。おい、バルバドス、いいからよこせ。お前の全部。まだだ、バルバドス。死んであがれ。何？まだだ。もっと。もっともっとよこせ、バルバドス。ガンダム・バルバドスが。ちょっとサクラ、三日月くんは大丈夫なの？大丈夫だよ。これが彼が選んでいく道だから。え、サクラ、回線つなげるか。団長さん、レーザー通信用ドローンの配備完了。鉄火団のみんなに連絡できるよ。お前ら、聞こえるか？この化け物が！お前にだけは言われたくないよ。クランクに、ボードウィントコムさんさ、私は、私の正し。そのガイリオ・ボードウィン・トクムサンサとキマリスは結局現れなかった。オルガが止まらない限り俺も止まらない。これまでも、これからも。やったの？これでトゥルーミッション完了よね。キマリスのことは気になるけど、エラーは出てない。ブレイクアウトするよ。作戦成功だ。カミーユ、出ます。出撃準備お願いします。クワトロ機、出るぞ。アラスカ基地の状況は？前回と同じだよ。サイクロプスは止められない。少しはカミーユの前でいいところを見せておかんとな。僕の評価はあまり変わりませんよ、クワトロ隊。あとはキラ・ヤマト君ね。前と同じで時間がないよ。急いで、小隊長さん。ブレイクミッションの時と状況に違いはあるの？敵はザフト軍だけみたいだけど。前回入れなかったブロックが、
アークエンジェルにフラガ少佐さんが帰還したみたい。誰？味方なの？ムーラ・フラガ少佐、エンデュミオンの鷹の異名を持つエース、頼れるみんなの兄貴分ってとこかな。通信開くよ。艦長、すぐに撤退だ。あ、ブレイクミッションの時に、この直後に撃沈されたんじゃ。今回は大丈夫なはずだよ。こいつは飛んだ作戦だぜ。守備軍は一体どういう命令受けてんだ。まさか自爆のことは。誰にも知らされてないよ、味方にもね。いいか、よく聞けよ。本部の地下にサイクロプスが仕掛けられている。作動したら基地から半径10キロは陽光炉になるってサイズの代物が。この戦力では防衛は不可能だ。パナマからの救援は間に合わない。やがて守備軍は全滅し、ゲートは突破され、本部は施設の破棄を兼ねてサイクロプスを作動させる。それでザフトの戦力の大半を奪う気なんだよ。それがお偉いさんの書いたこの戦闘のシナリオだ。そんなことって。俺はこの目で見てきたんだ。司令本部はもうもぬけの殻さ。残って戦ってるのはアークエンジェルのようにあっちの都合で切り捨てられた奴らばかりさ。軍隊っていうのはどの歴史でもこういうものなの？アークエンジェル、こちらアラスカ基地守備軍、援護に向かいます。脱出を。すまん、お前たちもここから退避しろ。脱出もかなり厳しいが諦めるな。直撃させる。本艦はこれより現戦域を放棄離脱します。総員第一戦闘配備。でも基地は中も外もザフト軍でいっぱいよ。脱出は可能なの？大丈夫、ここからいなくなる。彼が間に合ってくれれば。くらえ。はっ、いただく。肝心な時に落ちを焦るか。くそ、まあ、これはどうだ。逃がしはせん。これはかわせとっておける。いけ。元に。はい。沈め。いただくとこ。こんなところで。まだやれるぞ。これはかわせ。取れ。逃がさんよ。避けられない。これはどうだ。落ちろ。返してやる。逃がしはせん。他に喰らえ。奴は化け物か。
だ。落ちる。機関減速、回避運動急いで。合流できた、アークエンジェル。離脱してください。基地のメインゲート突破されました。もうゲートはくれてやったんだ。こっちは見逃してくれたっていいだろうが。ここまでなの。ナミアス艦長さん、諦めないで。ここは私たち守備軍が抑えます。援護お願い。お前たちも無理するな。この基地は最後の手段を使う。自爆だ。了解してます。でもギリギリまでザット軍を掃討します。オズゴロフ級潜水母艦が厄介だね。対空性能が高くてアークエンジェルが危ない。水面に顔を出してる潜水艦ね。小隊長、最優先で攻撃して。解放された剣が振り下ろされるまで。また潜水艦が浮上。小隊長、場所を確認して。ほっとくとアークエンジェルがヤバいよ。損傷箇所の修復急いで。敵は待ってくれないわよ。いけない、アークエンジェルの水力が明らかに低下してる。回避運動急いで。このままじゃ持たない。お、トゥルーミッション成立確認。クリオ、上から。アークエンジェル、なんだ。こちらキラヤマト、援護します。今のうちに体幹を。マリュウさん、早く体幹を。あの機体、本当にキラなのか。これで決めてやる。フリーダムガンダム、これで歴史がつながった。キラヤマト君、応答願います。え、ユノさんにサプラさん、どうしてここに。それよりも連合の作戦で本部の地下にサイクロプスが仕掛けられてるんだよ。え、アークエンジェルはおとりに使われたの。もっと基地から離れないと。わかりました。小隊長さん、フリーダムと一緒にアークエンジェルの退路を確保して。ザフト、連合、両軍に伝えます。オープンチャンネルで通信を。アラスカ基地は間もなくサイクロプスを作動させ自爆します。両軍とも直ちに戦闘を停止し撤退してください。彼は全ての人を助けようというの。何かをなそうと思ったら思いだけでも力だけでもダメなんだよ。それを両立し得るのがあのガンダム。繰り返します。アラスカ基地は間もなくサイクロプスを去る。さらにボズボロフ級の浮上を確認。小隊長、潜水艦を探して。アークエンジェル離脱までもう少しよ。誰も殺したくないのに。テリア、ぜい、僕の言葉を信じてくれ。もう時間がないんだ。よし、敵の追撃を振り切った。急ぐんだ、もう時間がない。機関最大、離脱します。キラ君、もう時間がない。アークエンジェル追って。小隊長さんたちは。私たちもすぐに離脱します。心配無用。わかりました、ご無事で。これで正しく歴史が進む。爆発前に私たちもブレイクアウトするよ。こいつでどうだ。作戦は終了だ。よくやってくれた。なんだろう、自然と力が。